はい。はい、よしくん。はい。今こうやっておりますが。はい。まあ、車中泊飯の魅力って何ですか？車中泊のだったら、いつも店だと、何をしてるのか分かんないし、ずっと待ったまんまじゃん。けど、車中泊だと、今何をやってるか分かるから、いつ食べるかはよく分かる。あ、自分でコントロールできるってことですね。そうそうそう。食べたいものを食べたい。それに、食べたいところで食べる。なるほどな。手作りの。いろいろスーパーで買って、ご飯を炊きつつ、いろんなものを料理したりとか、作ったりとか。思いのままの料理を作る。えい。これは一種の野宿っていうの知ってる？知らない。いや、野宿ってやつですよ。野宿か。なるほどね。車中泊のいろんなこと。まあ、キャンプみたいなもんか。君たちにとっちゃ。うん、キャンプ。なるほどね。車キャンプって感じかな。車キャンプ。うん、オートキャンプとはちょっと程遠いけどな。オートキャンプって何？オートキャンプだったらもうちょっと明かりになる場所だよ。オートキャンプだよ。でも楽しんでください。あんまり映ってないけど。うん、真っ暗なの。映ったね、今ので。映ったね。この料理が完全に世代交代しております。子供たちに世代交代しております。期待しております。ありがとうございます。